チャオ、あっちゃんです。今日も魚さばいていきましょうということで、今日のあっちゃんのさばいていくお魚は、タチウオさんです。長いでしょ。では、タチウオさん、さばいていきましょう。はい、さあ、まな板からね、はみ出すタチウオさん。これをね、さばいていきましょう。もうタチウオさんはね、あっちゃん3回目ぐらいかな。結構慣れてます。はい、ということでね、タチウオさばいていきましょうか。大きい方からいきましょう。まずね、タチウオさんはね、こう洗ってあるんでね、頭を落とします。この辺で頭を落とします。はい、頭を落としたね、次内臓を抜きます。では、ちょっと取り出したので、内臓をね、見ていくのに、ね、お尻の穴から、なんか逆包丁を置いてて、で、内臓を抜きます。でこれね、卵かな。内臓を抜いて、これ浮き袋やね。袋を剥がして、ここにね、血合いがあるから、血合いをぐっと切るんだけど、セットでね、これをこうやって書いたら取れるみたいで、やってみよう。このところね、ピンセットの背の方でいろんなやり方があるみたいで、見えるかな、これで。おお、きれいに取れる。ほら、きれいに取れた。ね。どんなやり方あんねんね。どんな人のね、動画を見てたりするとね、いろんな方法が出てきます。これを、今ない。これで拭ききれい。拭きましょう。お腹の中もね、きれいに。こういう風にね、拭き取ったら取れんの、ほら。ね。すぐ取れんねん、このペロペロっと。こういうのも取っといた方がきれいだね。なかなか綺麗でしょ。腹黒いのはダメでしょ。ね、綺麗に拭き取ってあげるとさ、腹黒さんは嫌われます。はい、だから、ということで、ヤンゴとトランプね、さばいていきましょう。映ってたかな。カメラを移動したの忘れてた。では、タチウオさんはね、長かったらね、こうぶつ切りしてポンポンポンってぶつ切りして、で、さばいていった方が楽や。あっちゃんもちょっとね、見せ場を作りましょう。一本でさばきます。で、切っとったらね、失敗するんだよね。
大名おろしでいきます。大名おろしは尻尾からいつもこうやなく、三枚おろしはこうやけど、ね、お腹裂いてや背中裂いて真ん中抜いていくっていうのが普通の三枚おろしやけど、大名おろしってこの前からね、前からこう包丁を入れていってね、なんで大名おろしっていうか知らんけどね、大名おろし難しいな、まあ、大名おろしの方がやりにくいかな、まあ、でもよっしゃ、来た、はい、3枚におろせました。こっちちょっとね、見残したけどね、恥ずかしいね、切ってね、やってね、この尻尾薄いからな、今度見ないからね、この子ね言い訳しとこう。これ骨ね、もうこれで結構身きれいに取れてるよ、ほら、ね、はい、ではこれを太刀魚結構ね、いい出汁出るのよ、これ出汁取っときましょう。これね、お刺身用に切っておくんで、次腹骨、腹骨がね、薄いから切れるかな、試合のとこにないんやな、立ち上がって、これね、綺麗な立ち上がってましたね。立ち上がはね、もう川口行けるからね、ヒレのところの骨がね、こっちも持ってきたのね、丁寧にさばいた方がいいね、大名おろしてもさばけるけど、見せ場をちゃんの見せ場やってんけどね、こんなこともできるよっていうの、よし、これでお刺身、はい、もうこれで完了です。簡単でしょ。で、これはどうでしょうか。内臓と頭は2匹分一気にいこうか。これとこ、頭と内臓は別にしよう。この1匹いこうか。これどうしようかな。焼きにしようかな。刺
刺身にしようかな、悩むところ。すごいでもね、油乗ってるわ。これ刺身美味しいやろな。お父ちゃんとかあげようかな。お父ちゃんとかお刺身であげようかな。塩焼き用に。どうしようかね。今日はお刺身やな、まあ、とりあえずどうしようかな。頭をそっかで、うちも3枚におろそうか。一応ね、袋のね、包丁でこうやっても取れる、ね、これでしょ。こうやっても取れないけどね、手でも取れないけど、紙で拭いた方がきれいに取れるから、ね、ちょっと仕上げておきましょう。この辺ぐらいで取りましょう。あとはね、焼く、塩焼きにしよう。塩焼きにするのにね、この、ヒレがね、これが邪魔だから、ヒレじゃない、もう骨、上のね、このヒレのところに骨がいっぱいあるのよ、小骨みたいなの。そいつをね、これ取れんの、骨が。で、中を、ここにもあるはずやねんけど。切り悪いな、トイレまた。骨取るのこだけは嫌でしょ。
中の骨だけになるから食べやすいんよ。こっち揚げたら食べられるからな。ちょっと細いから塩焼きするんやったら。さばきにくい、タチウオはね、特に小さいのね、大きいやつ、ニューヨークやつの方がさばきやすいね、実は。で、腹骨をついていきます。これで、お腹食べましょうか。これで、刺身用に引けた、タチウオです。はい、刺身で焼きようか。あと頭、割っとこうか。タチウオって結構ね、牙鋭いのほら、怖い顔してんのにね、噛まれて痛いけど、多分。頭割ろうか。タチウオ割れるかなぁ。薄いから。難しいやな。こういうの頭割らんねえよね。あんまりね、こういうの滑らすと危ないから。お腹が蓋が終わってこうやって潰していったらいけるでしょう。今日は三徳包丁でさばいてます。タチウオを薄くでエラーを外すね。だってなんでいつもね、ようコメント欄に書いてね、なんでわざわざ頭外すのにエラー外すのって
まあ、エラ外す練習も兼ねてるけども、どっちみち朝終わったらエラいらんから外すから、先に外しといた方がいいでしょ。これタチウオの心臓、ちっさね、ちっさくて痛む心臓があるんだ。そうや、そうだね。まあこう、エラ抜き難しい。下から喉から全部取れちゃった。出しにするんやったら頭を使うでしょ。噛まれた。すっごい歯が鋭いから痛い。すごいかな。これで半分切ってたらね、出してくれるんで。はい、今日はタチウオさばきました。タチウオさばいて、身を取ったんでね、これちょっと。お刺身用と塩焼き用とあら汁用内臓ね、内臓チェックせへんだな、まあいいかも。はい、ということで今日のあっちゃん、タチウオをさばいた動画いかがでしたでしょうか。もうだいぶ慣れてきたけどね、タチウオはね、2尾さばいて20分ぐらい1尾10分かからんかぐらいでさばけるようになりました。普通にもお刺身取ってポイポイって捨てたらそんな10分かからんでいけるね、これはね。はい、タチウオ結構慣れました。鱗取らんでいいしね。では今日のあちゃんのタチウオさばき、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録してもらうから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。